walking tight rope, say the light, then I cow you. Ooh, 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 ooh. I will swim across the ocean to hold on. で今ダイエットするって言いながら寿司食べたいなって頭で考えてた。ちょっとちょっと。釣りも難しい。うん、甘エビ、大トロ、うなぎかサーモン。日本で好きな場所、京都も好きだし、あとは最近っていうか何ヶ月か前に温泉行ってきて初めて、温泉が良かったです。温泉のどこが良かったですか？草津町行ったんですけど、街、うん、の雰囲気がすごく良かった、うん、京都のどこが好きですか？京都も同じ理由かも、うん、日本の昔の街みたいな、うん、ゲームいろいろ韓国の歌も歌うし、うん、日本のも歌うし、洋楽も歌うし、うん、寒いね。寒い。それ着ても寒い。なんちゃ寒い。なんちゃ寒がり？韓国のもっと寒い。確かに。お父さんからもう冬ですって来た。寒いって韓国語でなんて言う？ちょう。ちょう。おう。ちょう。天才。寒くないですか？寒い。寒いですよね。そんなにでも。でも眠たいと寒く感じるのランチだけ？うん、あ、でも朝とかそうか。そう。ああ、確かに。眠たいと。うん、おう。何それ？はい。お父さん。あ、こう普通にゆっくりって言う。今の真似しなきゃ。めっちゃかっこよくジャンプしなきゃ。どうやって行ったんですかこれ？え、ポンポンって行ったんですか？行っちゃってられてるの意識して。一生懸命になっちゃう。進撃の巨人の作者に会いたい、感謝を伝えたいです。感想を伝えたい。感謝。感謝。紙面のこのカットは終わりでーす。終わりです。終わりでーす。どうですか今日の専属企画、専属デビュー企画ですね。ワクワクです。ねー、楽しみだねー。楽しみ。よろしくです。よろしくです。よろしく。よろしくお願いします。入りました。ジェリーに入り込んだ、これからお願いします。ありがとう。あんにょん。今日はランチョのカバンの中身見せます。このカバンは多分前も一回紹介したことがあるカバンで、韓国に住んでた時道で買って1000円とかだった気が。形も可愛いし、中に結構意外といっぱい入るし、持ちし歩きやすいから長く愛用してるカバンです。ポーチです。今日は撮影があったので、普段持ち歩くものとより、撮影の時にこれは使ってほしいってメイクさんにお願いするためのものが入ってます。中には下地です。これも高校生の時から何度もリピールして使ってるトーンアップクリームです。ファウンデーション、これはちょっとの量でもすごい広がるし、カバー力も高いし、自然な肌を作ってくれるので好きです。おすすめ。これはシャネルのリップ&チークボームで5番、ブルーベリーおすすめです。リップはあのメイクさんのもので大体するんですけど、撮影終わりとかに自撮りとかもするから、これを塗ったり、マットなのに重くなくて軽く塗れておすすめです。これは肌のシェーディングとかハイライターが全部入ってて、これ最近買ったんですけどめっちゃ良くて、ちょっと今日買ってます。ジェントルモンスターのメガネです。
知ってる人もいると思うんですけど、カラコン取りつけるときの機能です。手を使うのが嫌でカラコンにつけるとき、だからこれを必ず使ってつけてます。ちょっとめんどくさいけどでも整ってて汚いし目に当たってほしくないから、これを使ってます。これは結構前の昔のバージョンのこれは写真用。ちょっとぼやっとしてる画質が好きでこれで撮ったりしてます。普段は最近買いました、15Pro。 最新、そう、15Pro に買いました。塗る香水、なんちゅう普段かける香水スプレーとかが全部でかくてちょっと持ち歩きにくいから、こういうちっちゃい香水を持って歩いてます。爽やか系、そう、爽やか系。財布は今日はないです。持ってくるのを忘れました。普段はお財布どんなの？マルジェラの黒で白の紐がぴょん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 なってる。多分前も言ったと思うんですけど、成人になった時お父さんにプレゼントしてもらってちょっと使ってるものです。普段は現金派？ペイペイ派。ペイペイ派？おー。で、なんちゅうのカバンはこのくらいです。ここでのポイントは、めっちゃ青のマフラー、これを中心に組みました。スポーティーパンクっぽいコーデです。下ミニスカートとタイチュとこのブチュでちょっとパンクルックをして、この上のでスポーティーな味しをしてみました。ジェリの専属モデルになりました。わー、これからも最高に可愛いランチをたくさん見せていくので見守ってください。いっぱい見てね。ありがとう。